ヤッホーございます、こんばんは。5年ぶりにカスバフードコートに来てます。今日そんなに寒くないんですけども、さすが閑散期というだけあって、あの誰もいません。ガラーンとしてます。というわけで久々にカレーを買ってきたんですけども、こちら見えへんなよいしょ、はい、インクレディブルファミリーセットです。まあ、あのどこがどうそういうものなのか、ちょっと僕はあの映画見てないから分かんないんですけども、とりあえず食べてみます。でこれが卵なんですよね。卵、ゆで卵やけど、なんか周りに何これ、揚げてる、ちょっとこれ気になる。で土手を作るにはちょっとご飯の層が薄いんで結構厳しいかも。まあちょっとやってみますけどね。という感じで、じゃあ食べますか。土手できるかな。ということで、コーヒーはいつものようにアイスコーヒー氷なし。いやホットコーヒーでもよかったんけど、ちょっとそんなに寒くないし、熱くなるのは嫌やからいいかなと。まずこの卵、気になる卵、ちょっと割ってみます。なんや外は、外側がむっちゃ気になる。とりあえず卵で、この外側の側何でしょう。うん、何これ何やろ、なんか魚介のすり身を揚げたもの、さつま揚げ的な。これちょっとよう分かれ、何やろ。公式見てみます。スコッチエッグ、スコッチエッグってなんだ。なんかあの見た目揚げ物なんですけど、食べた感じは魚介のすり身、味覚、味がね、まあ美味しいです。じゃあ土手できるかな。じゃあまずは液体エリアを圧縮していきます。でも結構もう冷めてきたな。カレーがね、赤いんですよ。わかるかな、カレーが赤い、辛い、一見辛そうに見えますけど、うん、全然辛くない。お子様でも大丈夫。トッピングがなんか揚げ物が乗って、あ、でもちょっとカレーまみれになっちゃったから見えへんけど、何やろ。あ、チキンですね、チキン。ジャガイモがむっちゃでかい。気持ちばかりに野菜が、インゲンが乗ってます。これよく考えたら、ご飯だけでカレー食べちまったら、なんかそのまま食べない。ちょっとナン行っとくか。これあれやんな、多分インクレディブルのあの目のところやんな、多分形がそれはなんとなくわかる。あ、柔らか、ちょっとナン柔らかい。え、こんなんやったっけ、ナン。このナン美味しいかも。え、めっちゃ柔らかい、めっちゃもちもちしてる、これ高っ。え、ちょっと待って、なんか今までこんなもちもちしてたっけ。もう一枚欲しい。なかなか久々にしてはうまいこと言ったんじゃないかと思いますが、最後はナンを使って一滴たりとも残さず返す。でも結構無理やな。結構残るな。で、デザートなんですけども、こちらがデフォルトでついてたやつに、久々のジャジャーン、メンくん登場しました。デフォルトでついてるやつが何やったかな、レモンムース&ラズベリー。え、レモンムース&ラズベリーゼリー、これレモンムース、黄色いのカスタードやとばっか持ってた。へえ。で、メンくんの方がピスタチオ&バニラムース、ピスタチオとバニラムースっていう感じです。久々やな、メン君。じゃあ久々なんでちょっとどうしようか、置く場所がない。じゃあメン君、こちらのステージに来ていただいて、よいしょ。久々。じゃあまずはやっぱり基本中の基本、お帽子のトッピング。今年の流行りの色、白を基調にしてみました。で、流行りかどうか知らんけど、ちょっとこれにあのヨーロッパのテイストを乗せる感じで
クッキーで帽子のてっぺんを作っています。意味わかれ。そしてその間にゼリーで海苔をくっつけまして、やばいやばい、大丈夫大丈夫、帽子の二段重ね、このなかなかいいんじゃないですか、かわいい。どこまで乗るか。でちょっとチョコレートソースをトッピングしまして、最後にとんがり帽子を、よいしょ、あ、いけるいける、おー、ええ感じ、ええ感じ、危ない、危ない危ない、頑張れ、乾け、あ、やばい、血みたいになってる。すごい、写真撮れた、写真撮れた、これなかなかええ感じ。シュール。この背景のボケ具合がシュール。ちょっと待ってな、ちょっと頑張るよ、ちょっと一回止めよう。っていうか何の遊びやねん、これ食べられへんかな。こう真ん中のあの赤いところが、帽子のちょっとしたこう飾り的な、エメラルド的な飾りに見えへん、なんか、なかなかええ感じちゃう、これ結構おしゃれちゃう、おしゃれ。やばい、一人で笑ってる。おしゃれ。ちょっとこれ しばらく眺めとこう。で、肝心のこれレモンムース、レモンムース、あ、確かに、あ、レモンだ、レモン、レモン、これ結構レモンかも、あ、さっぱりしてる、うーん、美味しい、ムースやのにさっぱりしてるっていう矛盾がなかなか素晴らしい。で、めんちゃんが乗ってた方が、こちらがピスタチオとバニラですね、これもいっています。ピスタチオ、さあどれぐらい濃厚のピスタチオか、まあ、うん、まあ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 じゃない、まあ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 でも、うん、なんとかピスタチオの風味はしてるかな。じゃあ最後めんちゃんいただきますか、なんかちびちび食べてもあれやし、一気に一気に一気にいけるかな、こぼすなよこぼすなよこぼすなよ、じゃあ一気に行きます。めんくん久々やけど、さらばじゃ。一気にお腹に来るな、これ。めんのパワー恐るべし。はい、というわけで久々のカスバ来てカレー食べました。安定の美味しさでした。見た目辛そうやけど、全然辛くなかったんで、お子様でも大丈夫かと思います。あと久々の麺登場に、久しぶりすぎて麺タワー作ってしまいましたが、皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。なわけねえだろ。というわけで、じゃあバイバラ。